これであのボルトをカットできるっていう機能がついてて、これほんま綺麗に切れすぎてどこで切ったか分かれへんぐらいで、軽いし、あ、いいかもしれないですね、これ。はい、ワイヤーストリッパーの続きというか使い方のもう一つ機能があって、ここに穴が M4 と M3 の穴があると思うんですけど、これであのボルトをカットできるっていう機能がついてて、これたまにこう現場で長いビスしかない時とかあると思うんですよね。短いのがなくて、でこういうボックスとかにコンセント止める時ってこう長いので切りたい時ってあるんですけど、ペンチとかニッパーで切ると頭がねちょっと潰れちゃってネジ通らなくなったりするんで、これで切ってあげるとめっちゃスパッと綺麗に断面が切れるんで、とても便利。ここに M4 やと M4 のとこに入れてあげて、ちょっと長いんでインパクトで回しますけど、ちょっと回してあげて好きなとこでこのままバチンとで戻ってあげると、これほんま綺麗に切れすぎてどこで切ったか分かれへんぐらい綺麗に切れるんですよね。でこのままスーッて入っていきます。手で回るぐらい綺麗に切れる。これちょっと長いんですけど、こんな感じで頭が全然引っかかることなくスーッて入っていきます。これなかなかこれ切る用だけの道具ってないですもんね。ないんで、こういうの便利機能ついてたらとても助かります。あんまり知らん人もおるかもしれないね、持っててもなんで、こういうのもあるよという紹介です。はい、で今ビスも切れるよってことでやったんですけど、まあ前ねもちろんこれの一番重要である電線を皮むいたりもしたんですけど、あとメリットとしてはこれちっちゃいんで、まあ、こういうストリッパーとかいろいろあるんですけど、腰道具にねこれやったらすぐ入るんですよ。それをちょっとカッシーの腰道具で入れてみてもらって、実際どんな風に使えるかやってもらいます。ブルーエンペラー登場っすね。ほんまに今で言ったこれちょいちょい来たんで、ブルーエンペラーって何ですか？うちのブルーエンペラー登場。わかりませんとしか答えられない。青い工程よし、下手してこんなところにも入るんですかね。あ、入るわ。いいっすね。めちゃめちゃいいっすね。なんか取っ付けたように入ったの。思ますね。綺麗に。どこでも。どこでも行ける。まあ、でもここが一番いい。で僕がそれね。これ邪魔ですね。でしょ。これ邪魔ですね。邪魔とか言っていいか。ストップはでも大事やで。それなかったら開いてます。で抜けてくるから。なるほど、うん、開いてる状態とかで入れてしまったらここに引っかかってしまうんですね。一回こう閉まってからストッパーするはず。めちゃくちゃいいで、軽いし、あ、いいかもしれないですね、これ。そのまま下に入っていいですか？いいですか、うん、ありがとうございます。そのマグネットにこっちですかね、お皿。お皿、運転作業する時はそこにしておいたらね、すぐ取り出せると。なるほど、いいですね。どこでもいけるっすね、ほんまに、ね、みんながよく入れてるのはその干し袋の3段目とか。ここっすか。はい、なるほど。こことかに血栓の時だけ入れてたりとか多いですね。全然どこでもいけるっすね。あとその干し袋の中のインナーの真ん中入ります。あ、そことか内側とかそこに入れてる人も多いですね。あ、なるほど。ちょっとガラスが傷つくから嫌なんですね、ガラス側がっていう感じです。はい、ブルーエンペラーでした。かっこよかったでしょ。ってことで今回はこのストリッパー 3500E3 の応用編でした。まあいろいろストリッパー選びとかね、皆さん初めは迷うと思うので、まあ僕の YouTube でいろんな、まあ、他のストリッパーもやってるんで見比べてもらって、結構ね4000円とかする商品なんで、大事に使ってください。また次は、まあ、何するか考えてないんですけど、いろいろまだベッセル残ってるんでやっていこうと思います。終わり。とりあえず面白くしたいです。元気やご